高校2年、今年で18歳。それが俺、浅村優太だ。父親の再婚がきっかけで、俺には同い年の妹ができた。彼女の名前は綾瀬咲。最近はお互いの距離感について考えることが増えてしまった。あ、おはよう。おはよう。ハグしちゃったからな。気まずい。もっと兄弟らしく振る舞わないと。そんな俺たちも高校2年が終わろうとしている。卒業後の進路について考えなければいけない時期に差し掛かっていた。このまま努力を続けたら都内の有名大学も合格できます。努力を続けたらか。志望校についてですが、私は学費が安くて就職で優位に立てる大学を希望したいです。じゃあ月の宮女子大学なんかはどうかしら。え、月の宮ですか。都内の名門女子大だけど、私にはちょっと荷が重いんじゃ。今の咲さんなら頑張れば狙えると思いますよ。ちょうどこの土日でオープンキャンパスがあるから行ってみたらどう。オープンキャンパス、広い。誰か寝てる。怒られてる。咲ちゃん、うちの大学に来てくれたの。え、読売さん、この大学に通っていたんですか。うん、そういうことになるかもしれないね。かもしれないって。まあまあ気にしない。ここは先輩がいろいろ案内してあげよう。ありがとうございます。おや、読売くん、知り合いかな。おや、咲ちゃん、うちの先生と知り合い。いえ、今芝生で。工藤先生、またやってたんですか。私のルーティンワークなんかどうでもいいのだよ。それよりも読売くん、私はそこの見目麗しい女性について知りたいかな。綾瀬咲ちゃんです。バイト先の後輩の綾瀬です。はじめまして。はじめまして、咲ちゃん。私は工藤栄波だ。この大学では准教授として倫理学全般の研究をしている。ところで、見たところ君は高校生のようだけど。はい、高2ですけど。うん、ちょうどいい。素晴らしいね。全くもってちょうどいい。真面目な話なんだが、ちょっと聞きたいことがあってね。はい、何でしょう。君、今までに何人と関係を持った。は？先生、初対面の未成年になんてこと聞くんですか。ん？ああ、言い方がまずかったか。関係を持っただと、友人関係、師弟関係など様々な関係に当てはまってしまい、意味を一つに絞れないな。私が聞きたいのは特に男女関係の。君、咲ちゃん、時間があるならちょっと研究室まで来てくれないか。またナンパしてる。咲ちゃん、君今悩んでいるだろう。その悩みに答えられるかもしれない。じゃあちょっとだけなら。実は君のことは読売くんから聞いていてね。私のことを。正確に言えば君たちのことをだな。何と言ったかな。浅村くんのことですか。ああ、浅村くんと言うんだね。知らなかったんですね。ご明察。引っかかってしまった。ただ名前までは知らなかった。以前からバイト先に面白い子がいるとだけ聞いていたんだ。夏あたりかな。それが二人に増えたという話もね。浅村くんとも会ったことが。いや、ない。率直に聞くけど、君はその浅村くんとやらのことを好きになってるんだろう。そして彼は世間一般の倫理に照らし合わせて好きになってはいけない相手だ。なぜそう思うんですか。そう聞くってことはやっぱりか。私、あなたのことあまり好きじゃありません。
正直な子は好きだよ。いやね、バイト先での君たちの様子から妄想を膨らませていてね、お互いに気がありそうなのに距離を保とうとする。なぜだ？そう考えたら近畿に定職するからではと。例えば義理の兄弟同士とかね。わざわざ義理とまで断定するんですね。血がつながっていたら悩むまでもないかと思ってね。で、浅村くんのことは好きなんだろう？まあ、いい兄だと思います。そういう好きじゃない、恋愛感情を持っているという意味だ。これは恋愛感情なのかな。自分でもわからないんです。でも意識してしまっていて、勘違いだな。それは恋愛感情ではないとしたら？え？そもそも君は浅村何がし以外の男子の深いパーソナリティなんて知りやしないだろう。距離の近い異性が偶然一人しかいなかったから好きになっただけ。そうじゃないと言い切れるかい？もちろん断言できませんけど。この後オープンキャンパスの講義がある。テーマはちょうど兄と妹の恋愛だ。興味があるなら聞いていくといい。わかりました。私、浅村くんのことどう思ってるんだろう。バイト終わってからなんだけどさ、ちょっと遊びに行かない？遊びにですか？君の知らない遊びをいろいろ教えてあげようと思って。知らない遊びとは、シミュレーションゴルフだった。ちょっと花を摘みに。じゃあ道具を片しておきます。お願い。あれ、あの子どこかで。夏季講習の時に隣に座っていた子だ。背が高いから妙に印象に残ってる。あなた、偶然ですね。こんばんは。こんばんは。夏休み以来ですね。そうですね。あなたはあの予備校に今も通ってるの？土日だけですけどね。私も実はあの後ずっと通ってるんです。基本的には自習室ですけど。自習室を？そう、解放されてるの。そうだったんだ。ああ、俺は浅村優太と言います。藤波加穂です。サマーにセールで加穂。セール？売る方じゃなくて貼る方のセールですって言うと、大抵漢字まで含めて一発で覚えてくれます。ああ、船の帆の方という意味か。ほら、もう覚えたでしょ。確かに。よろしく。あ、こちらこそ。デートでしたか？いやいや、バイト先の先輩。そういうのでは。そうですか。あ、では。こらこら、後輩くん。お帰りなさい、先輩。何しれっとした顔をしているのかな。今の子何？デート中に他の子をナンパとか色男すぎない？え？ああ、すみません。あっさり謝られると面白くないな。予備校の自習室か。週末俺は予備校の自習室に行ってみることにした。午後は授業があるな。コンビニで何か買うか。藤波さんもお昼？はい。それとわざわざこちらの方に来て座ったので、何か御用があるのかなと。ああ、大した用があるってわけじゃなくて。と、その前に昼食を食べるなら急いだ方がいいんじゃない？本当に大した用があったわけじゃないんですね。うん、まあ。お断りしようと思ってたんですよ。予備校には勉強に来てるので、そういうのは。そういうのじゃないよ。ただこの前話していてちょっと気になってさ。それナンパの常套句じゃないですか。君のことが気になってとか。気に障ったのなら謝るよ。ごめん。いいです、そういうんじゃなさそうだし。まあその手の女って見られるのは
私としてはもう嫌なんで。その手のってナンパしやすい女ってことですね。昼間は学校に行ってないので遊んでる女って見られがちで。昼間は？ああ、つまり定時制の高校？はい、活動時間が全日制と違うんで知らない人からは行ってないように思われるんです。浅村さん、定時制、女子、深夜にゲーセンに出没と聞いたらどう思います？定時制高校に通ってる女子が深夜にゲーセンに来たのかなって思うかな。本当ですかね。特殊なやつ、そこに何らかの問題がある女子って認識してません？別に藤波さんをそういう目で見たことはないな。それは本当だったら公正な見方でいいですね。とてもいい。浅村君は何でもそうやって公正に見るんですか？どうかな、そうであるように心がけているつもりだけれど。そうですか。うん、ちゃんと浅村君は公正に接しているように私には見えます。ありがとう。そうなっていれば嬉しいね。私、予備校でわざわざ他の生徒と会話する必要はないと思っていたけれど、浅村君との会話は楽しいです。明日も自習室に来ますか？午前中なら来れるけど。じゃあ明日はお昼を一緒に食べよう。お、砕けた喋り方になった。わかった。じゃあまた明日ね。翌日、俺たちは自習室で会った後、お昼を食べるためにファミレスに入った。今日はどうしてファミレスに？予備校は人目が多いじゃないですか。それと昨日浅村君が自習室に来た時の様子を見て、何かから逃げてきたような顔をしていたので。そんな風に見えたんだ。ええ、もしかして悩みは恋愛絡みですか？どうして？そう思うのかですか？逃避先が女の子ってことはそうなのかなって。悩みか。俺の思っている感情が好きだとしたら、俺が好きになったのは好きになっちゃいけない人なんだ。だから悩むまでもないよ。物事をフラットに見るのはあなたの長所かもしれませんが、どうしてそんなものの見方を身につけるに至ったかを推測すると、女性に期待しないで育ったからだと思うんですよね。浅村君、気持ちに蓋をして無理に消そうとしてませんか？だって俺の気持ちは明かすわけにはいかないし。気持ちってもんが抑えていればいつか消えるものならそれでいいんですけどね。本当にフラットならば、女性に期待しないなんて心の中で囁いたりしないものなんですよ。人間なんですから、どうしたって期待してしまう。でもそんなの勝手すぎる。勝手なんです、人の気持ちってやつは。藤波さんとの会話がきっかけで、俺は改めて綾瀬さんのことを考え、自分がどう思っているのかを考えた。最近はお互いにお互いを意識しているようで会話が少なくなっていた。そんなある日、今日はちょっと一緒にご飯食べたいなって。いい？もちろん。その、あのさ、すり合わせをしたい。すり合わせって何の？俺、綾瀬さんに、なんていうか、その特別な感情を持っているみたいなんだ。その嘘？嘘じゃない。冗談？こんなタチの悪い冗談言わないよ。だよね、そうだよね。浅村君、そんなこと言う人じゃないものね。好きなんだと思う。それは男として女性に対する感情という意味で、それとも兄として？え？
突然異性と同居することになった時、それまで異性からの承認に飢えていた人間は、異性と接する機会が増えて恋愛感情に近いものを抱きやすくなるんだって。だとしたら俺自身も確信が持てない。あのね、嫌じゃないから。綾瀬さん、安心した。勇気を出してくれてありがとう。さっき浅村くんが言ってくれたこと、一人で考えてたんだとしたらきっと辛くて重いものを抱えてたんだと思う。それはそうかもね。でも安心して、私も多分その荷物は分け合える。綾瀬さん、もしかして。わからない。この感情が兄弟だからなのか、それとも違うのか。でもあなたを安堵させるために抱きしめてあげたいと思ったのは本当。私が辛い時には抱きしめてくれたら嬉しい。特別に距離の近い義理の兄弟じゃダメかな。どんな形でも俺はこうして綾瀬さんが受け入れてくれるだけで十分幸せだよ。私も。漫画エンジェル猫岡、義妹生活、クラコン、2作品テレビアニメ化。